ワイプが来ましたので、また一からサバイバルの方を始めていきたいと思います。お、同じく湧いた人がいる。逃げていきましたね。このサーバーはワイプから2日目、3日目の状態なんですけど、結構いろんな拠点が立ってますね。まあ、海岸付近だからっていうのもあるか。川に近いんで、まずご飯食べるか。また原人が現れましたね。あの拠点は風化してんのかな？で、カーゴシップも来てると。そうだな、今シーズンは、ちょっと良さげな場所で湧いたんで、もうこの辺に拠点立てちゃおうかなと思ってます。まあ、ジャンクヤードが近かったり、パラボラ見えてたり、で、まあ、この近くに港とかもあるんで、まあ、カーゴシップとかも回れたりするというね。見た感じ、風化拠点っぽいのとかもありそうではあるんで、そっからなんかいろんなものパクれたらいいね。いや、マジでこの辺いい。拠点を立てたいっす。あんま入ってないか。大グラナ触れる？で、ちょっといきなり、え？ツルハシ出た。マジか。この拠点の大グラナ触れたってことで、かまどとかもらいたいっすね。一回シェルターでも建てるか。おい、豚くんな、こっち。待て。なんか今人いたな。ぴょんぴょんしてるね。あいつ、弓持ってる。待って、どこに木があるの、これ。砂漠ってあんま木生えないっけ？よし。シェルタークラフトしまして。いろいろパクろう。よし。まあ、この辺にウッドシェルター置くか。近くにガソリンスタンドがあるんで、寝袋を置くためにちょっと裁縫道具を分解しに行きたいと思います。フラッシュライトつけてんな。これキーカードとかあったら、マジでありがたいけど。さすがにないか。よし。とりあえず自分のシェルターに寝袋置いちゃおう。やべ、なんか来てる。あ？1スクラップだけ持ってた。で、まあ今一応ね、撃たれた。サイレンサー付きのやつがどっかから撃ってきたの。いや、これ、ツルハシ、ロストしたくないな。で、まあ、一応、シェルター立てたんすけど、1×2とかの仮居は欲しい。で、洞窟がある。けどな、この辺、マジで木が生えてないんで、それだけが今後、大変になりそうなんだよな、この辺住むと。ん？え？びっくりした。水道管ショットガン撃たれた。追いかけてくるかな。ボルアックの音もしてますね。まずい、撃たれるかも。拠点でキャンプ、うわ、マジか。このキャンプはだるすぎだろう。また撃たれそう。だる。多分取られちゃったんだよな。一応バックにはなってるね。取られてない。やばい、また撃たれる。ここな、ロックされたら何もできないんで、ちょっと違うところに拠点を立てに行こうと思います。まあでもこの辺便利なんで、最終的には戻ってきたい気持ちはあるけどね。
梱包爆薬出たんだが、めちゃめちゃリサーチしたい。撃たれるかもしれないけど、ちょっともう一回シェルターに置きに帰ろう。まあ、あとちょっと雨が降ってくれてるからね。それで撃ちづらさあるかもな、あいつ。無事帰宅。コンボリード置き始めましたね。木はこの辺に取りに来るべきなのか。ジャンクヤード近辺めっちゃ生えてます。やべ。なんで殴りかかってきた、これで。やべ。しまった。ターゲられてしまった。あー、終わった。何やってんだ、俺マジで。あと、白石二つぐらい叩けたら、拠点建てられるんだけどね。ないな。木も石もないんすか、ここ。もう無理は言わない。白石一個でいいから叩かしてくれ。ショットガントラップとか出ちゃったな。リサイクラかけていこう。もうあとは白石一個でいいわ。あ、あるね。これで拠点立て始められる。うわ、あの拠点なんか馬止めてありますね。アクティブってことかな。あ、ここにも馬ある。え？撃つなよ。よし。ということで、このシェルターから結構近い場所に拠点を建てようかなと思います。この辺に建てちゃいます。バイク来た。早速、かまど回しちゃいましょうか。シェルターのアイテムいろいろと運搬しちゃおうかな。まあ、夜の方がいいんすけどね。運搬しまして。これでもうシェルターは寝袋だけになりました。あの、ルーフキャンパーいなくなっただけでだいぶ生活しやすくなったの。あいついるときマジやばいと思う。え、待って、リボルバー出たんだけど。今シーズン箱運いいかもしれんな。無事帰宅。いや、もう出たわ。マジか。まあでも、欲張れば、早めにダブルバレルショットガン欲しい。分解したいんだけどなぁ。さすがに、弓とかクロスボウ持ちいそうだね。いないか。びっくりした。引きこもりいたわ。まあでも弓だったらなんか殴り勝てそうな気はするけど、ね、見てるかな。よし。
え、バイク来た。持てない。リサイクラー回したいけどな。まあそんなに無理して回す必要もないからな。夜の港で分解するか。で、あと早めに拠点を意識強化にしたいっすね。無事帰宅。まただいぶ真っ暗になりましたね。ここの拠点もアクティブか。やっぱこの辺人多いな。うん。誰かいるね。分解してんじゃないか、これ。え？布が欲しいんで、布作るのと、まあ、あと看板だけ分解するか。フレア投げてます。え、近くで落としてる。いや、布手に入ったのでかすぎ。やっとこれで体力マックスにできる。で、夜の間にもう一箇所行きたいところがあって、洞窟近くにあったんで、そこで石叩きたいんだよな。早めに拠点を強化しないと。無事帰宅。ということで、やってきました。金属の鉱石か？お、いいね。白石もあるわ。なるほど。最弱洞窟っすね。まあでも絶対人は住んでると思う。まあ一応最深部まで行ってみるか。いいね、いいね。また白石あるわ。暑い。まあ拠点あるよな。もちろん全部叩いていきます。そろそろ朝が来てるかもしれん。まだ夜だ。この暗い間に帰りたいっすね。よし、無事帰宅。AK の銃声してんのマジでいいね。んで、意識強化していく。まあ、銃声結構してるんですけど、ワークベンチレベル1クラフト。え、なに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 。ワンチャン MP5 奪えるってことだもんな。1ベンチ置いちゃって。リサーチテーブルも作ろう。やばいな。え？なになに？めっちゃ戦ってるぞ。おい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 、大丈夫だよな、俺。この足音怖すぎる。3人か4人組で、まあ、AK 持ってバンディットしてます。いやいやいや、もう違うとこでやってくんない？なんでここで撃ってんの？覚えていきましょう。いや、ダメだな。やばい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 。止まってくれ。しっかり入れておきます。え？奔放レイド始まった。戦いの場映ってる感じですね。けどな、今、ハイエナ行きたいけど、かまど回したいんで、木を取りに行く。なるほど、ルーフキャンパーも、撃ち始めたな。なんかこれ、死体から回収できそうな気するけどな。いろんな武器を。まあでもちゃんと拾ってるか。やべ、なんか来たわ。ここに住んでる人か。やべ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 、見つかった。火を取ってる場合じゃなかった。
これ、なおダブルバレルショットガン欲しくなりますね。多分今はこの近辺で何もできないと思う。あいつらに見つかった瞬間に殺される。え、来た。え、俺の装備着てんだけど。あいつ、ハイエナしやがったな。叩いてるし。俺の弓持ってる。ふざけんな。多分あいつ体力ないから頭一発包丁で殴れれば勝てる。いける。え？え？二発殴ったのに。あいつ絶対倒せる。奪い返すぞ。もしかしたら出血死してる可能性あるけどな。どっか行ったかな。出血死もしてなさそうだね。え、死んでるわ。まあ、あとはあのボルワーク回避できるかっすね。一発でも食らったら死ぬからな。まあでもあのボルワークはね、回収しに来ないからね。無事帰宅。やっとこれでまた胃を焼けるわ。木箱とかもらいに来ました。え？クロスボウかな？撃たれてる。いて！いや違う、これサイレンサーだ。うろうろしてる人がいますね。めちゃめちゃグレネードの音してるんだけど。ドラム缶叩いてる人いるな。それ以上音鳴らすな。人が集まってくるだろう。一度拠点戻ってきまして、硫黄焼いてるっていうのもあるんですけど、金属の焼き上がり遅いんで、かまど追加します。やっとクラフトできます。リボルバー。銃声結構してるんですけど、俺はガソスタに行くと決めてる。E カードとかは取れなさそうだけどね。あ、誰か行ってる。しかもあいつなんかダベバレかなんか持ってるぞ。出てくるかも。リサイクラー回したな。いや、奥走ってたわ。パラボラの方向かってるわ。キーカード取ったのかな？うおー、バレた。けど俺壁がねえな。あれ？うわー。違う人に見つかっちゃったな。あれ？さっきのリボルバーどこ行った？忍者みたいだ。いる。サイレンサー持ってる。で、これ多分セミライが詰めてくるんだよな。おお。あいつ倒せんじゃない？注射器持ってないのか。あれ？俺セミライに撃たれてたと思ったけど。
いやいや、ここに帰ってきちゃダメだろ。まあでも、ついでに分解してく？あ、誰か来た。うわ、二人で来たな。一人ずつだったらやれないか。おお、びっくり。みんな注射器とか持ってない。体力がないよ。なんで誰も注射器持ってないんだって感じだけどね。みんなリボルバーと包帯一枚とか、キツキツの中生活してんだな。港でのリサイクラは結構安全に回してんだよね。ガソスタの方がやっぱ人寄ってくる感じが。お、ジョス。まあ、今シーズンはね、原人めっちゃ出会うと思うんすけど、まあ、ダブバレだったり、エオカ隠し持ってる可能性が高いと思うんで、まあ、積極的に原人も殺していく。無事帰宅。ということでですね、今回、箱から出したコンボ爆薬、リサーチしていこうと思います。そして、ヒアも。まあ、今回からね、サバイバルスタートしたんですけど、まあ、住み始めた場所結構激戦区で、まあ、今後ね、大変になっていくと思うんですけど、今シーズンも楽しくね、サバイバルできたなと思います。